こんにちは、ラクジョブ運営事務局の松村です。今回はですね、 3DCG のデザイナーさんが業界の最先端をですね、駆け抜けていくために必要なこととはということでお話しさせていただきます。で、まあ業界の中でもですね、今やはり一番すごいのって言ったら、まあ、PS4 とか、Xbox とか Wii U とか、まあ、いわゆる家庭用のハイエンドゲーム機の開発で、まあ、制作を行っていく人たちだとは思います。で、まあ、そういう人たちがなんでそういう仕事ができているのかっていうと、まあ、一つにはですね、やはり自分の技術をとにかく高めていこうっていうところにですね、関心が強い人っていうのはですね、自然とそういう方向に向かっていきます。まあ、業界全体がこういうトレンドになったからそちらをやっていこうっていうふうに考える人はですね、まあ後追いになってしまうんですね。ただ自分でこういうふうな表現をしたいから、そのためにはどうすればいいんだろうって考えて、まあ、例えばですね、新しいエンジンを使ってみる、ツールを使ってみる、まあ、アンリアルエンジンをですね、自分でもどんどん取り入れていくっていうような形でですね、仕事ができる人っていうのはやっぱりですね、業界内でも非常にですね、求められる方になりますし、まあ、そういう方っていうのは一度求められるようになると、そこから先っていうのはですね、何かあることにやはり声がかかるようになりますので、その循環ができてくると、もうかっていうようなもんですね、常に必要とされ続ける人になれると、まあ、そこで慢心しなければっていうですね、条件がもちろんつきますが、まあ、でですね、そういう会社さんがですね、そういう人が集まっている会社さんっていうのも、ラクジョブの方には掲載されています。スタジオウップスという会社さんがですね、今 3DCG デザイナーさんで、出向だけこちらの会社さんやっているんですね、珍しいんですけど、で、メーカーさんとかパブリッシャーさんにですね、どんどん呼び声がかかっていくっていうですね、会社さんです。まあ、今ですね、3DCG デザイナー、特にですね、そういうレベルの高い方、レベルの高いところを目指している方をですね、探しております。ぜひ興味がありましたら、こちらラクジョブで検索していただきまして、スタジオウップス求人ご覧になってみてください。よろしくお願いします。それでは。